役出ました今一瞬。あれ僕が占いに来てもよかったんですかね。お先生が入る。はい。これ強人入って1枚強人入れます。わお。で強心者じゃなくて強人か。強人入れます。これ絶望村の時どうするさ。絶望村人狼強人。ね。あでもそうか強人は分かんないのか分かんないから。分かんない。で強人とあと上 に二人狼行って下に強人占い回答村村だった場合があるんですけどそれは平和村になりますので、うん、なるほど分かりますか、はい、下に人狼がいなければ確実に平和村って強人がいてもね。ああそうか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 、はい、その平和村の場合って強人は平和村勝ちした場合は強人に勝ちになるんですか。強人も勝ちになります。みんなで勝ちになります。なるほど。人狼巨人は人狼陣営なんだけどその時は村陣営になります。なるほどです。はいスタート。朝を迎えます。3、2、1。はいはい塩割ります。目安村でした。回答です。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってサントスさんが回答ね。塩割ります。どうぞ。おかしい塩割ります。上のカードが村狼です。ああそういうこと。じゃあ僕村なんで対抗の村がいたらその人が人外ですね。プライド島スあ CO って言ってたんですけど、はい、スムラです。え僕もスムラなんだけど。あ私もスムラです。ちゃんとやってスムラで す, ですあれですあれサントスさん回答じゃなかったっけ。スムラです。私スムラですよ。回答語りのスムラです。そうだってじゃあプテさんだけやっちゃう。じゃあ回答がいなくなったの。えで 上誰だっけ。上が人狼とスムラだっけ。オッケ ー, あーこんな場面になると僕思ってないんでちょっとね、本当に一回ちょっと待って教えて。メアさんがスムラだ。プテさん以外全員スムラだ。地獄。はい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 。あ、オッケーオッケー分かった分かった。そんなこと、これオッケーなるほどね。ああ。これ一番嫌だなプテハシさん。かわいそうだな。いや平和村じゃないですかこれ。いやいや、ね、プテさんは破綻しているんですよ。なぜかというとなぜかみんなに説明するね。プテさん目線上に人狼とスムラって言ってるんです。いや本当にそうなんだよね。そうなの。下が全員スムラって言ってる時点で。うん下に二郎は絶対ないんですよ。だからちゃんとやってほしいのね。まずであともう一個言うと僕がスムラなのね。だから上に占い師カードがあります。これは確定だと思ってる。えどうだって不可視だったってことね。僕は適当言ってました。だから 100% 一番上にだって上に占い師カードが今あるっていうのが僕は分かってる状態なの。これ今日これまたまずまで。じゃあ下これやばいな。これだからローロー強だな。ローロー強が。これガチでちょっとガチで村の人は手挙げないでほしい。俺はガチで村なんだけど、俺に票が入るわこれ。やばいわやったわ。どうしようこれ。全員村。じゃあはい僕人狼です。人狼陣営の人は。チャゲポヨさんに投票しましょう。これ嘘つき嘘ついだなこれな。なんで僕なんですか。でチャゲポヨさんが人狼だと思うので。あじゃあ村だと思うので。村だと思うので。プテさん強人でしょ。チャゲポヨさんに投票しましょう。いや僕が狼ですよ。メヤさん行きましょう。プテさん一つ言うね。僕とマシャさんの二郎。ああ言うんだそれ。ぐちゃぐちゃだ。誰を信じていいんだ。あのね、いや僕とマシャさんの二郎なのでチャゲポヨさんに投票してください。ああ強人でしょ。いや信じれない。えプテさんサントスさんでもいいな。信じろよ。他に誰も言ってないんだから。いや僕オカミ使用なんか変なことしてるなって感じ。 あ私強人です。サントスさん強人。うんちょっと待って本当か。これねあじゃあこれプテさんに投与しましょうか。プテさんこれワンチャン回答で人狼取ってる可能性があるわ。ああマシャさん、ね、取られてる可能性がある僕たち。いやどっちかこれだって待って仮に僕が回答でメイヤーマシャどっちか取ってた場合って、うん、どうなりますか盤面。盤面は
チャゲポーさんだけ村でサントスさん狂人のプテハシ人狼マシャカリ人狼メイヤ人狼なんだけど、うん、取られてた人間が負けるっていう場面です。だから俺とメイヤさんの2択になる負けが、うん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 、そう、うんうんうん、でプテさんはプテさんは絶対負けますあなんで釣られちゃうからってこと釣られるからです。どう考えても全然、はい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 、俺とメイヤさんはマジ2V1 になるしかない。これねメイヤさんがコントロールしすぎてるからいや違う村人はこれ村人はメイヤさんに入れた方がいいと思いますよ、うん、はい、プテハシさん、ん？プテハシさんが狼陣営引いてる場合はあの回答で引いてる場合は名乗り出た方がいいんじゃないですか。名乗り出ない方が、あ、でも出ないのか。名乗り出ない方がいいですよ。いないからさ出た方がいいよ。村村ローロー強だよね多分。あ、そうだそう。いやあのちなみにプテさん、プテさんこれはね出た方がよくて、いやこれ村回答ローロー強、村を釣れば、あ、村回答か、村回答さ、村回答ローロー卿だ、そうだ、ね、そういうことか。あ、じゃあみんなでさ、チャゲポーさんに入れない？チャゲポーさんだけ村が透けてるから。確かに。うんうんうん、うん。あ、全員が幸せになれるな、それは。はい。わかった。って言ったじゃん、僕はね、わかったわかったわかった。僕は相方に投票するのが怖いんですよ。まあ。ああ、え、プテさんちなみに誰から取ったの？え？それ言っていいよ、もうだって勝ちだもん。狂人サンドさんいるから。いや、狂人かどうかが分かんない。あ、いや、狂人しかない。はい。おか、おかみしちゃった。はい、はい。私、狂人取り下げます。スムラです。おい、もうしんどいな。狂人がいるのよ、この村に。狂人出てこいよ、マジで。だから、多分狂人が浮いてる気がするから、村、プテハさん村サイドだと思うから、村、どこに入れる？あ、サントスさん入れましょう。サントスさんの狂人がなくなったというと人狼陣営はサントスさんに投票しましょう。じゃ じゃあプテハシが狂人か。え、プテハシさんは結局誰から取ったんですか。メイヤサントスの乱でいいか。いや俺はサントスさんに入れるよ。うん、サントスさんに行きます。サントスさん狂人でもメイヤさんに入れるか。じゃあできるからそれは。狂人メイヤさんに入れとけば間違いない。サントスさん本当に狂人だったら言ってね。あ、違うんだね、村人の。はい、サントスさん投票しました。あ、そうか、もう時間だった。あ、まだ粘れると思ってた、はい、結果をします。3、2、1、ドン。地獄だよこれ無理だよ。ガチ地獄村じゃん、これ。プテさん、ナイス。プテさんね、チャゲプテさん、ナイス。イェイ、ナイス、ナイス。これどうすればよかったんだろう。いや、僕は回答しようして、そう。メイヤさん。プテさん、プテさんが回答しようしてって感じかな。まあ、そうで、メイヤさんから取りましたよって言って、うん、メイヤさん、マシャカリが取りましたよって言って、チャゲポヨ騙す？ちょっとトイレ行ってきます、トイレ行ってきます。でも、チャゲポヨさん視点でサントスさん投票が安定行動すぎませんか、これ。うん、そうですね。結構きつかったと思う、村も、この場面は。そうだね。だし、あれ、狂人って自分釣られても OK なんですよね。OK、OK。狂人は釣られてほしい。うん、だから、あ、もう。いいや、釣られようと思って。だから途中からあまりにも抵抗しないから、この子ワンチャンあるんじゃない？そう。いや、誰だこれって。いや、プテさん本当に回答かと思ったそうそう。俺、プテさん回答で、俺とメイヤさんどっちかパクってんだろうなと思って。そう。それを追ってもらうしかなかったんだけど、ね、なんかサントスさんのポジションが微妙すぎて。もう微妙すぎたよね。微妙すぎ、これ、あれ、これ下手したら僕が回答とか言って釣られちゃうかたこともあるのかとかも思っちゃって。サントスさんマジ読めなかったな。ゲーム、スタート。朝を迎えます。3、2、1、ドン。これはい、資料ありますか？あります。回答です。こんばんは、資料あります。スムラです。私、占い師です。サントス占い師。あ、メイヤ回答でプテさんの占い師言ってます。メイヤがプテ占い師取り、まあいいや、じゃあ、OK、サントスさんの占い先は、上なんですけども、一旦ちょっと言うのやめときます。あ、オッケー。プテさん占い結果どうぞ。え、なんでやった今。プテさんから僕占い取ってるから、プテさんが結構言ってる。あー、オッケーオッケー。占い師じゃないのでメイヤさんが破綻してます。じゃあおおあ、プテさんから取ったんで、あ、僕から占い師を取ったって言ったのね。サントスさんから取ったのかと思ったわ。俺ね、あ、だからサントスさん結果言わなかったんで。サントスさん結果どうぞ。ちょ、もうちょい濁していいですか。いやいや、サントスさん真確定してないから早く言った方がいいですよ。そう。あ、言った。
ガチ。いや、全然言った方がいい。だから、もう人外だと思っちゃってる、今。言います、じゃあ、はい、京と怪盗です、上が。だから下にロー。ええ上がったローじゃん、もう。京と怪盗だから下にロー2人と下に怪盗はいないです。あ、待ってよ、これサントスさんのローのパターンもあるんか、オッケー。え、上なんて強靭と怪盗でしょ？強靭怪盗。強靭怪盗。下にローが2体いるから。下にローが2体いて、メアさんは取り下げは？だからプテさんの占いは知ってるよって。ああ、ああ。何何何？鉄の意志を感じるぞ。だからメアさんだよね、多分。メアさんが。まあ、ね、じゃあ客観視点はサントスさんの今日もあるから、うん、ああ、うん、そっかそっかそっか。でも私今日ってことは上に1枚あのあれか占いが言ってってことかで使用してないから。あ、ごめん、ちょっと待って、サントスさん上に上になんて言ったっけ。今日ロー、あ、違う違う、今日回答。あ、オッケーです。そしたらマシャカリさんとチャゲパさんにローかな。あー、目安視点はってことでしょ。え、あ、僕村です。村すらします。村すらね。はい、村すら、ね、村すらか。で、今日怪盗がいて、あ、強人か、宮さん、なるほどね。いや、今日か、いや、強人はないでしょ、マシャさん。強人はないよ、だって。あ、ごめんごめんごめん、今日怪盗だから。うん、今日怪盗だから。強人がないことが、明るみに出たので僕は取り下げます。これ多分ね、宮さんローだわ。いや、これでも結構怖いけどね。なんてかっていうと、 CAO が全部取り下げてからサントスさんが上の2枚を寄った構図だから、全然上占いのサントスさん人外があるからね、これは。いや、だからあってもサントスメイヤのローローじゃない。サントスメイヤでローロー。あ、サントスメイヤのローローはあんま追ってなくて、サントスさんが占い師出てんのに、メイヤさんが僕から占い師を取ったって言ってサントスさんの対抗になる構図が見えない。あ、そうかそうか、そもそもそうか、失礼失礼失礼。で、プテさんの反応が村っぽかったので、サントスさんが死んで、追っけた時に下に2浪いるんですよ。その場合、うん、チャゲポーさんとマシャカリさんの2浪かなって僕思ってます。まあ、メイヤさんがスムラシをスライドしたからそうなるわけ、うん、メイヤさん視点は。あれ、チャゲマシャってあれでしたっけ、スムラでしたっけ。あ、 俺はまず開口一番にスムラシをしてる。スムラですちょっと待って、これ2浪1強ない、これ。ちょっと待って、怖いわ。プテさん聞いて、プテさん聞いてほしい。プテさんは村なんだよね。はい。だとしたら、この盤面、サントスさんをシンと置いた場合ね、シンと置いた場合、うん、はい、僕とサントスさんで切れるじゃないですか、うん、割と。で、サントスさんがシンと置いた場合、下に村2人と人狼2人いるんですよ。うん。わかるでしょ？わかるよ。で、プテさんが村の場合、僕がプテさんを村に送るってなんかある？僕がプテさんを村に送る。いや、まあ、僕は、マシャカリチャゲプテさんの反応からマシャチャゲの二郎に思ったよ。いやいやいや、ちゃんとさ、まあ、死んでみた時ね。メイヤさんが黒の時は僕を村置きして評価する動きはあるでしょ。あ、だからワンチャン単狼ってことでしょ。だから僕の相方は誰？マシャカリさんは絶対ないよね。いや、まあ、単狼はないって。あ、ごめんごめんごめん、単狼はない。うんうん、二郎を含もうと。二郎はいるんですよね。でも、うん、それを含む動きはするから、まあ、メイヤさんが、いや、言ってることは分かるんだけど、メイヤさんを知ろうと決め打つことはできん。僕が、二郎いる場合で、グレーに二郎がいるんだったら、僕とチャゲポーさんしか二郎ないよね。じゃあチャゲポーさんに入れませんか、プセさん。いや、うん、え、うん、うん、ちょっと待って待って、なんか強靭探してる。僕とマシャさんの二郎は絶対なくなってたんですよ、メイヤさんって。ここまで、まあ、対立してるからね。そうだね。うん、うん。僕って結構一人に見えません？サントスさん。サントスさんに語りかけるわ。下に二郎がいる状態を分かってほしいんだけど、下に二郎がいることを知ってるのはサントスさん。僕って仲間がいるように思えますか？え、僕サントスさんはマックス強だと思ってて、まあ結構新寄りだと思ってるのね。だから、で、メイヤさんが破綻しちゃったんだけど、メイヤさん込みで二郎いるのはあるなと思ってるのね。だから僕込みの二郎だったらチャゲポーさんしかないでしょ。メイヤチャゲ、算してはメイヤチャゲ、メイヤマシャは、メイヤマシャはないでしょ。でも、でも、221にできないから、できないよね、二郎いると。多分できない。だから、できない。一人を絶対釣りたいんだけど、僕一人釣るならメイヤさんなんだけど、メイヤさん、それはどう思うの？あ、僕を釣られんの？もう僕釣ってもいいけど、村負けますよ。いや、でもそれは、いや、僕はもう言うこと言ったし、サントスさんに語り、まあ、うん、まあ、サントスさんが、割と死んで決め打つルートで行きたいからどう思います、サントスさん。マシャカリさんかな？釣りたいんだったら僕はじゃあ、チャゲポーさんでもいいよ。え、まあ、ずっと対抗値してるからね、メイヤさんして。うん。ただ、こんだけマシャチャゲでずっと、あの、行ったり来たりしてるから、マジでメイヤさんがローの可能性の方が高いと思うから、僕メイヤさんから入れたいけど。まあメイヤさんかな。どうしたい、サントスさん。僕はメイヤさんね。
あ、じゃあ僕チャゲプレさんに入れますね。ちょっと待って、はい、大丈夫。いや、メアさんに入れちゃったよ。入れちゃったよ。いやーこれ、いやー、お願いします。サントさん死んだ。ドン。チャゲプテなの？チャゲプテなんだ。えらいこれ、えらい。いや、多分俺の白を拾えない限りは無理かな。うんうんうん。いや、むず。さあ、朝を迎えます。3、2、1、ドン。はい。解答。解答。占い、占い仕様です。めっちゃおる、めっちゃおるってなってる。サントスさん、何ですか？回答からいきますか？あ、あ、ごめんなさい。え、サントスさんが占い仕様だっけ？サントスプテハシが、サントスさんとプテハシさんが占い仕様で、うん、マシャカリさんとチャゲポヨが回答仕様です。はい。ちょっと待ってね。プテハシが占い、チャゲポヨも占い。チャゲポヨ回答ですよ。あ、回答なの？サントスさんは占い？占い。オッケー。うん。回答からいきますか。回答から、回答から、回答からいいですか。じゃあチャゲポヨから名屋さんと入れ替わってスムラです。もう俺も同じなんだよな。はい。まあそう言いますよね。まあ。てか占い。オッケーオッケー。俺。占い。上村教人。オッケー。サントさんは？プテハシさん占ってスムラ。え？やだやだやだ。ああ。ああ。だからプテさんが多分強人で上を占ってんのか。あ、違う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 。いや、スムラはス、いや、スムラだったらスムラしかない。スムラ、スムラって出るから。スムラってスムラで出る。ああ。ああ。めっちゃ笑ってるやん。今ちょっと、いや、考えてる考えてる考えてる。え、これスライド降りる人とかいますか？あ、自分おりますよ、村。ほう。あげぽよさん、マシャさんなり。ああ、なるほどね。はい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 。あ、だから僕視点は、サントさんが偽ですね。うん。いや、まあ、チャゲポヨ名やの、あれもあるけどね。どういう盤面なんだ、これは。あ、これね、あの盤面簡単に言うと、多分、名やチャゲポヨの二人街がサントスプラシの二人街だと思うよ。ああ。マシャカリさんはスムラで置くってことですか？まあ、単純に、ね、プテさんが降りないから、うんうんうん、プテさん降りなくていいの？もう普通に多分人外なんだと思う。プテさんは、プテさんは上に何があるんでしたっけ？強人と？降ります降ります。いや、ちょっとね、これでもそれだとどうなる？それだと村人がいっぱいいるよね。あ、そうね。だから、村人がいっぱいいるっていうか、僕が村人で、メイヤチャゲポヨが村、メイヤとチャゲポヨに1村、プテさんが村、マシャさんが村なので、その3人の中に1人がいるんですよ。で、サントさ、僕のを見て村人、うん、あ、ごめんなさい、大丈夫。上占い師パターンはあるんですか？客観視。あるか。あるでしょ。まあ、全然あると思います。でも僕の太鼓を村人って言えないよな。あの偽物のサントスさんは。そうね。だから僕はサントスさんを信じるわ。オッケーオッケー。じゃあサントスさんは新決め打ちますね、僕は。で、僕チャゲポヨさん新決め打ちます。チャゲポヨさんの何の回答の新を決め打つじゃない。名屋さんのスムラを取ったって言ったから、うんうん、はい。あー、じゃあ俺が破綻するのか、その場合。名屋さんのスムラを取ったチャゲポヨさんの方より太鼓を村人出ししたサントスさんの方が信じれませんか、皆さん。マシャさん、狂人？いや、違いますよ。マシャさん、狂人ですか？僕はマシャカリです。え？待って、メイヤさん何？それ。マシャカリはマシャカリ。あ、メイヤチャゲなの、これ。マシャさん、狂人だったらプテさんに入れませんか？あ！どうしよっかな。僕はマシャカリですね。今はマシャカリにしときます。あと10秒は。え、チャゲポヨさん、あ、そういうこと？じゃあ、まあ、ラインの可能性もね、全然あると思いますよ。それをもう死ん。マシャさん、これ狂人だったらもう出ていいですよ。回答いないんで。狂人出てきてほしいな。あ、回答いない。あ、そういうことなんだ。狂人です。狂人です。多分メアチャゲじゃない？はい。プテさんに入れましょう。あ、トス、はい、トスプテです。ちょっと待って。じゃあマシャカリに入れたらいいじゃん。うん。
でもマシャカリさん、マシャカリさん自分に自主投票できないでしょ。そうなんですよ、僕は僕に入れれないんですよ、うん、いいよ、だとりあえずマシャカリさんプテさんで大丈夫です。僕は最初にそれを言う必要もないんで。あ、マシャカリさんローローで、ちょっと待って、しんどいな、うん、新占いなしですこれ。上が上に行ってて、待てよ、大丈夫なはず。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、考えさせて。チャゲポヨさんが確実に繋がってんだよね今、メイヤさん。僕、いや、サントスさんとプテって言ってるけど、僕違うから。いや、ローロー待てよ、ある。だから違うんだったらプテさんトイレでしょ、マシャさん狂人でしょ。あー、うん、ちょっと待てよ、大丈夫かな。あー、いや、マシャカリさんは、いや、僕はマシャカリなんですよね。サントスさんに入れればいいんだよ、マシャカリさんは。あなたが狂人ならで、僕とサントスさんはメイヤさんに入れるから。で、チャゲポヨさんはメイヤさんを相方なんだよね。チャゲさんと僕でプテさんに入れるから、うん、マシャさんもプテさんに入れてください。もうそれだけ。うん、プテさんでまあいけるでしょ。まあ、私はメイヤさんに入れます。あ、サントスさん、あ、ま、じゃあサントスさんに合わせるわ。メイヤさんに入れるね、うんうん、あ、じゃあ僕もメイヤさんに入れるね。うん、うん、はい、マジ。いや、結果表示します。3、2、1、ドン。え、うーわーおナイスだけど、これどう、何これ、メイヤさんって書いた。いや違う、僕は村人でチャゲポヨさんが村知ってて、マシャカリさんが狂人っぽいと思ったから、プテさん、あ、人狼カミングアウト早くして、マシャカリさんとプテさん釣ろうよって話をしてる。だけど、マシャカリさんはなぜかあっちを信じてしまった。最後にメイヤさん投票しちゃった。あ、これ、マシャカリさんが。正直ね、全然分かんなかったから、すごいな。いや、これは、勘に近いですね。てかマジで分かんなかった。なんかメイヤさんの誘導はすごい臭く見えちゃったんだよな。スタート。朝を迎えます。3、2、1、ドン。はい、メイヤ占い師です。回答、回答、回答でよしよう。占い師回答で。あ、うん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 、あのね、上にね、人狼2人いますんで、平和村です。上に人狼2人の平和村、はい、はい、語り解除してください。はい、チャゲさんが語り解除します。あ、チャゲさんはスラ？スラです。え、何からスラだっけ。占いからスラ。占い師からです。あ、じゃあ、はいはい。で、あ、サントス語り解除します。スムラです。スムラで、マシャさんが回答。僕回答で、メイヤさんの占い師パクってます。メイヤさんの占いをパクっている。で、上にプテさん今日上にいる。狂人です。狂人です。はい、え？すごい。か、メープテローロー？でもないです。ないか。はい。いや、メープテローロはマシャさんが取ってるからない。あ、そうか。ないか。右ドラに投票しましょう。最後は気持ちいいで全員で勝って終わりましょうか。気持ちいい平和村で終われるかな、これは。まあ、いいですよ。え、本当にもう後は回せない。まだ一応考えた方がいい。考えた方がいい。考えた方がいい。え、漏れてるパターンどれだ？ちょっと待って。メイヤさんが上に、見たのがローとローでしたっけ？ローローっすよね、メイヤさんが見たの。メイヤさんが上にローローを、うん、マシャさんがそれを回答で取っている。パクってます。で、チャゲさんがスライドした。はい、じゃあチャゲさん、狂人ってもう言ってるから。狂人で言った。狂人。サントス、スムラ。で、プテさん、スムラ。はい。じゃあ、早く、はい、終わり？平和です。終わった。合ってるわ。確定ですね、これ。まあ、まあ、確定です。僕目線はもう上に2浪いるんで、もう会話の議論の余地はないですね。確かに、もう喋る。まあ、まあ、あれ、マシャさんが分かってくれてるし、チャゲポさんが狂人カミングアウトしてるんで、はい。狂人は平和村だとスムラになるんで、7分の1と6分の1を引いてるから、42分の1こんな引くんだ。ちょっと待って、チャゲさん、本当に狂人？分の1。狂人っすよ。7C2 か。ここで狂人。てか、ここで、うん、なんだろうな、違う場合。なんだ、回答とかだった場合普通使用するでし
まあいいんじゃないですか。いやー、待って、どのパターンだ。パターンとしてだから、メイヤマシャカリニロじゃない、メイヤマシャカリニロのチャゲポヨ狂人じゃない。あ、確かに。そしたら、あれじゃないですか。チャゲポヨさんが絶望村ですっつってカミングアウトすればいいだけなんで。あ、そうね。俺らやりとりしてて分かるから、うん。平和って信じてほしいけど。うん。てか、その場合出てきてほしいってチャゲさんから言うと思うんだよな。うん。教授って言っちゃったから。この場面になったら、ね、そうですね。確かにね。パワープリシ教授使用してるんで、その場合はもう多分、2浪出てくると思うんですよね。で、切り替えればいいのか。そうか。さ、うん。はい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 。まあ、僕チャゲポヨさんに入れまーす。あ、右隣ってことね。ああ、はい、僕じゃあサントスさん入れればいいのか。これ平和で平和です。で、サントスさん行きましょう。あ、もうサントスさん入れちゃった。はい、はい、笑顔で帰ろう。最後は全員電車勝ちますか。はい、入れたよ。結果をします。3、2、1、タン。笑顔で帰ろう。バカどもがよ。バカどもがよ。なんだよ、お前たちは全てを信じやがってよ。バカどもがよ。バカどもがよ。普通にパープルで食っちゃ別にそれしなくても。あれ、ちょっと待ってよ。あれか、あ、そっか、俺人狼パクられてんのか。いや、僕して取ったと思ったのに。おぶねえ、おぶねえ。なるほどね、プテさんはマシャさんからパクってんのか。そうだよ。しかもマシャカリ2票になってんの、クソ面白い。なんで、え、マシャカリ2票になってんの。おい、ふざけんじゃねえぞ。え、これってさ、平和村だった場合って僕って勝ちですか。勝ちです。あ、平和村では勝ちなんだ。勝ち。あ、じゃあ平和にしてもよかったな。僕は、ね、でもまあさ、マシャカリ投票は100勝ちだから。大バキリや。あ、いや、面白い。チャゲさんから教授出てきた瞬間、これは勝ったと思ったね。いやだから俺もさ、あ、メイヤさん絶対あの教授じゃと思って、勝ったと思ったら、はぁって思って。